皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、テイルズオブシンフォニア実況プレイパート77やっていきたいと思います。前回は、天使化して本気の状態のクラトスと、1対1の勝負に、勝利しまして、見事オリジンと契約することができました。これによってね、エターナルソードを手に入れた老女たち、これからね、ミトスによって連れ去られてしまったコレットを救うため、そして、この世界崩壊の危機を回避するために、スキノ島を攻略していきたいと思います。やってみましょう。スキノ島ってあれだね、デリスカーランの攻略だね。土台だけ残ったんですね。エターナルソードだ。ロイド、準備は良くて。これが最後の戦いになるかもしれないのよ。大丈夫。あ、大丈夫だ。ロイドは時空剣士の称号を手に入れました。新たなる資格を持つ者よ、我に何を望む？俺たちをデリスカーランへ運んでくれ。ミトスと大切な仲間のいるところへ。承知した。行くぞみんな。では行きましょう。デリスカーラン。まあ最強とは言わないまでも準最強クラスの飛び品とかも出て手に入ってくると思うんで、しっかり回収していただきます。さあ問題は、油断したぜ。ミゲットシャッ。全然ドキドキねえなこいつ。ヒーローウィンドウ、チコーレップ、やらせん。フィールドバリア、覚えねえな。覚えねえ、なんだこれ。こんなもんだ。もう覚える条件とっくに満たしてるはずだ。レベル2はいらねえ。これなら楽勝だ。こいつ抜けられないな。ヒールストリーム。襲撃。
覚えねえなあ。おい、よーし、終わり。ピコーン、こねぞ、ピコーン。レベル3もいっぱいあるんだよな。称号。お、いいねー。ボーナスっていっぱいあるじゃん。引っかかる。余裕よ。きたきた。それならどうだ。いや、やっと止めた。勝負にならなかったな。よしよし。弱者をいたぶるのは勝利。サザンカ。魔術力。サザンカ、セリンコ、セリンコ、やらせて。オッケー。勝負にならなかった。これなら楽勝だな。これが弱点。サザンカ。ちょっと押しちゃった。当たってねえし。あいつ厄介だな。ゴールデンヘルム。ゴールデンシリーズはゼロスに譲るかな。行くわよ。サザンカ。ヒールウィンドウ。魔術
術力だぜ。勝負にならなかったな。19回。タイプ固めて傾けたいな。と S タイプに切り替えます。弱者をいたぶるのは性に合わぬ。行くわよ、フィールドバリア。よし、成功。よし、ここまでだ。覚えろ。行くわよ、マグリゲットシャープ。こんな精霊光これならどうだ。昇波光遊べた。獅子剣烈波結果に憂え。よし、さらばだ。弱者をいたぶる。そんなにレベルの低下はない。フォトン結果に売れ。予想猛集客せ。結果に売れ。ヒールストリーム予想サダンカ真空レッパン。トンせ数中心予想猛集客サダンカ下地で使えずに停止。これが弱点。早くそのなんかも否定の回数つかないかな。で、整理をしようか覚えたんで、あとタイプも戻して OK。 ちょっと一瞬 B に傾けよう。これなら楽勝だな。行くわよ、マグリゲットシャープ。やらせん。行くわよ、フィールドバリア。28 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 28
34、36、37、38、勝負にならなかった。余裕余裕。39、40、41、42、45、46、47、48、49、50。あとこれで上位の動画を覚えてくれたら OK。どんなものだろう。サドンカ、
この程度サドルか勝負になる。はい、覚えるよ。マジカルリボン、コレットにつけてあげたいな。連戦とはね。やらせるか。ほら、サドルか。超高速応答募集客。サドルか。超高速いやー、にしてもいよいよラストダンジョンだわ。まあ、厳密に言えばラストダンジョンのまだ全然ね、仮想といったところではあるんですけれども、ここの攻略が終わればついにエンディングですよ。まあいろいろね、サブイベントとかもあるんですけれども、でね、このまま攻略を目指してやっていきたいと思います。超天守部、行くわよ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 。楽勝だぜ。なんか通路が多くてね、景色あんま変わらないから迷いそう。よしよし、まだまだいけるぜ。お、レベル4きた。レベル4、あとつけるとか、リフィールは OK だね。シーナに1個つけるか。あ、でもあれか。シーナこのままでもいいかもしんねえな。ここまでいいや。プレセアはこれで OK。ゼロスにつけて、スペルチャージだな。
裕余裕。覚えねえことは。まだまだいけるぜ。ガルの分でいいかな。やはり空中で覚えたか。あと本当サザンカの大きな人を覚えてくれればいいんだが。勝負にならなかった。いいからあれだよね、本当コンボのなんだろう仕組みがこっちだけ違うから、ほぼ奥義級の技のみでコンボしてるようなもんだからね。慣れれば強いよ。余裕余裕。ボロロさらばだ弱き者よ。レベル3はもういらねえな。でもここで、EX 組レベル4が弱者を痛む分は性に合わない。まだまだ力っぽくあるからね、もうちょっと手に入るかもしれない。できる。ガロー、伝統だ。発射を停止。三
化猛集客だって言ってよーし終わり。よし、あとリーガルは発揮中行を覚えてくれたら完璧。まあ中高そもそもそんなに使わせてないからな。リフィル抜いたら回復してくれる率上がって覚えるかもね。お、なんだ。いけない、罠だわ。助けてロイド。私たちのことよりこの罠を回避する方法を。私のことは気にするな。それよりミトスを。そうか、こいつが例のロイド。デリスエンブレムだ。そいつがあれば。デリスエンブレム。この仕掛けに殺傷能力はありません。心配しないで。ロイド、お前が無事ならまだ間に合う。大いなる実りを。みんな、くそ、どういうことなんだ。みんなはどうなっちまったんだ。大丈夫だ、お前の仲間の命のきらめきが感じられる。彼ら、よし、あ、しましたみんなを探しに行く。さあ、まあロイドが一人になってしまいました。まあロイド強いから全然問題ないけども、まあ一人ずつね助け出していきましょう。とはいえ、ここはウィルガイアだ。前に来た時とは違う。ミトスのやつ、ハーフエルフの仲間を見つけたな。俺は、みんなを見捨てない。俺にはみんなが必要なんだ。若干甘いこと言ってますけども、まあ、それこそロイド。あ、ちょっとステップポイントもあったんで、今回はここまでにしておこうと思います。さあ、チリジリになってしまった仲間たちを救いつつ、コレットも救出して、ミトスも倒して、このね、デリス・カーランが地上を離れてしまうことを阻止していきたいと思います。では、テイズ・オブ・シンフォニア実況プレイパート78、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見ていければな。